皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ほら、皆さんがいっぱいコメントくれてますよ。 ありがとうございます。あれ、そういえばあれかな、ちょっとチェックしないといけないね。また聞こえてますか皆さん。あ、そっか、大丈夫ですか。なんだこれ、 YouTube の方で見ると俺の顔の下におっとおっとってなってるね。本当だ、なってるよね。うん、おっとちょっとよくわからないんで直さないでおきましょう。変な風にするとね、切れてしまう可能性があるからねお誕生日ありがとうございます。すいません、お祝いしていただいて嬉しいです。誕生日自体は28日なんですけど、うん、ね、うん、おいくつになるんですか。32です。32歳になります。なりやす、32になりますちょうどね、多分地位の一番左あたりがね、うん、皆さんの多分コメント欄が来るからね。あ、こっちか。そう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 。ゆずるちゃん可愛いね。若いだって。ありがとうございます。若い。本当ですか。ありがとうございます。28日だから普通のあれだよね。2月だと毎月最後の日になるのか。うん、あ、そうそうそう、うん。そういうこっちゃなんですよ。そうだよね。うん。三つ上です。今日も元気そうなお二人で。18歳かと思ったらって、それはないそれだけはないですね。僕もよ、それだけはない18はないでしょ、だってないねおめでとう、ユキ。僕が誕生日じゃないです、私です今日は一段と別品シャンネラって。ありがとうございます、ね、そう、32なんです。明日コストコに、あの、あ、ああ、ありがとうございます。レン君ブログさん、スパチャありがとうございます。しずるさん、お二人とも20代でまだいけますね。いやいやいや、もう無理ですよ、僕はさすがに。無理なんですね僕はさすがに通用しないですよ、あの20代では。おめでとう亀の子でお祝いですね、だってん、おめでとう亀の子でお祝いですねって、知ってる人がいる。5時のパパさん、うん、童顔だし若い。あ、頭痛ですか。僕、そうですね、あの、皆様、あの群発頭痛の動画ご覧くださりありがとうございました。一応毎日定期的というか、まあ、毎日頭痛は来るんですけども、うん、まあなんだろうね、まあ、うまく付き合っていかなきゃいけないっていうところと、まあ、いろんなあのファンの方からですね、群発頭痛でのちょっとこんなものいいんじゃないですかっていうおすすめのものもちょっとしていただきましたので、うん、来週ちょっと早速病院の方に行ってまいりますね。そういうことですねそういうことです。おめでとうだって。ベイちゃん見せてだって。ベイね、こっちか。ベイちゃんこっちかな。違う、ベイちゃんこっちだよ。あ、ベイヤンはここにいます、うん、うちのベイちゃんはこちらにいます。タンプレは何でしたか。だってまだもらってないです。そうです、まだ誕生日じゃないですからね。そうそうそう、全然まだ。ああ、ハスミママさん、ハスミママさん、ありがとうございます。ありがとうございますすいません、ありがとうございます。いつも仲良しの二人を見て癒されてます。うん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございますあ、矢上海人さん、ああ、ありがとうございます。矢上海人さんってデスノートの名前かな。なるほどね、多分ね。そうなの。あと AAA あこさん、お誕生日おめでとうございます。いつも YouTube 楽しみにしてます。これからも応援してます。全然関係なくて恐縮ですが、大勢の前で話すのが苦手です。ごく緊張しますが、お気持ち楽に臨める方法ありますからって。うーん、何も気にしないで喋るですかね。すげえや、すげえ簡単なんかもう簡単なことじゃない。あんまり気にしないが。いくいくぼっくん、いくいくぼっき滅のやいばさん、ありがとうございます。名前がすごいな。名前がすごいですね、
チャンネル、ひまわりこさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録していますが初めてコメントしました。これからも応援してます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。そうですね、10万人目指してこれからも頑張りますよ、うん、よろしくお願いします。頑張ります、頑張りますとかね。富士さんにプレゼントしたカナダグースの型番とかって分かりますか？あれ、でもジャンバーに書いてあるのかな、分かんない、どうだろう。おそらくメンズなんですよあれ、うん、ね、そうの XS、 はい、メンズの XS で、うん、ちょっと調べていただけたら。あ、カテーテルさん、カテーテルさん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、本当。ライブ待ってました、うん、なんで、あ、ありがとうございます。たくや YouTube さん、ありがとうございます。嬉しいね、うん、めっちゃ嬉しい。あー、クーさん、ありがとうございます。こうなってるよ、こうなってるよ。ね、嬉しいね、ありがとうございます。ゆきさん少し眠そうだって。いや、全然眠くないっす。あれ、俺今日何時に起きたっけな。今日6時、あ、6時だね。あ、うん、全然6時起きなんで全然大丈夫っす。あ、シオンさん、シオンさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、インスタまでいつもいつもね DM も くださるの。あ、そうなの。うん、ベイちゃんの顔見せて。ベイちゃん人気者だね。いや、ベイちゃんの顔見せるのは顔が、あ、顔は見えないか。でも、読んだら確実に話す。はい、ベイちゃんです。はい、ベイちゃんです。はい、ベイちゃんでした。ベイちゃんでした。ベイちゃんでしたね。うん、お二人が本当大好きです。あ、嬉しいね。ありがとうございます。何アロ君寝てますか？あ、寝 寝てますね。アニョニョ君も寝てますよ。アロッチ君も寝てます。まゆさん、すいません、ありがとうございます。その調子だって、その調子。こんなのってね。じゃあ、こう、こぼれた。あ、こっちか。将来の夢は将来の夢はだって、本当にね、毎回言うんだけど、楽しい老後、これだけどね。まあ夢ではないかな、夢じゃないか、ね、実現できたらいいなっていう、まあ、だからね、まあ僕たちがやっぱワンちゃん猫ちゃんとか大好きなんで、うん、そういうね、なんか本当に理想言ったら保護施設とか作ってさ、うんうん、しかもなんかワンちゃんとかが思いっきり走れるようなね、うん、広大な敷地でね、だね、そういうの作りたいね、うん、それはね、うん、保護とかもしたいよね、してみたいね。ゆきさんからちいちゃんにハッピーバースデーソング。はい、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアチズス、何のチズス、ハッピーバースデーチズス、おめでとう、ありがとう。全然響かなかったけどな、今のは。いやいやいや、もう今ので響かなかったら何。チズスって誰な。千鶴さんってことですよ。千鶴さん何中、篠崎二中です。そうです。でしょ、そうです、そうです。イケボーとかに、ほらね。イケボー、ちいちゃんのファンですとか言って、チズス笑うとか言ってたんだよ。ちいちゃんの、あ、髪型だってこうやって下ろせばいいんじゃない。今日はで結んじゃってんだよね、こう、ここにね、こうやって、うん、ペアルック、ペアルックじゃないです、じゃないです。なんかちょっとそれ、あ、でも確かにそれっぽくなってますけど、ちょっとそれっぽくなっちゃったね。はい、それっぽくはなってますけどね。恋は消えてきましたよ、もう結構ね、薄くなってきたね。うん、そうだね、いい感じで。あ、今日はま寿司って14皿ペロリでした。14皿ね、俺食べれないんだよね。めっちゃわかります。あ、お、渡辺清人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お誕生日だかな。夫婦でカジサックさんとコラボしてほしい。 お水だよね。うん、あ、誰、え、耳やちくんじゃない、耳に。あ、いいよ、ちょっと僕ワンちゃんに お水。あ、そうなの、うん、どんだけ立てないの。今ちょっと奥さんがですね、水をあげに行きました。あ、
かなこさんからスパチャいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。髪の毛の色ですか？いや、今アッシュになりました。ちょっと見ます。すいません、髪の毛ボサボサで申し訳ございません。今アッシュ系でグレーになっております。ウィス福山雅治っすとか絶対言わないセリフじゃないですか。またドッキリ動画楽しみにしてます。そうですね、ドッキリもちょっとあの手の込んだやつをやってみたいですね。頭痛、今日は朝一と朝5時ぐらいに1回来たのと、あとあの10時前かね、そうですね、10時前に来たのと、あとは夕方ですね、3時ぐらいに来たので、今日は3回ですね。この後来るのかどうかは分かりません。ちいちゃんこんばんは。前髪かわいい。前髪かわいいってよ。え、前髪。嘘。うん、嬉しい嬉しい。ライブ配信でコメントするの初めてでなかなか慣れませんが、ゆうきさんは体調大丈夫ですか？大丈夫です。吉田真希子さん、はい、ありがとうございます。かっこいい。ブレイキングダウンのオーディション動画楽しみです。ああ、そうですね。ちょっとあのコッチさん、コッチさんからスパチャいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ちょうどブレイキングダウンのオーディションに行って聞きまして、まあ結構面白いことになっております。また僕の個人チャンネルの方でブレイキングダウンとかをやっていくので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。アロリン今いましたね。あれ、こっちか。あ、細谷さん、細谷さん、ハッピーバースデー。いつもほんわかした動画楽しみにしてます。これからも頑張ってくださいませ。スパチャいただきました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ミミエチ君、ミミエチ君。うちのケビン君です。おお、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 おお。ミミに。ああ、すごいすごいすごい。うんうん、ああ、狭い狭い狭い。うんうんうん。うんうんうん。うん。レイちゃんもいいって、パパ。もういいです、もういいです。お顔綺麗じゃないかもしれない。分かった分かった。分かった。ありがとうありがとう。うんうん、分かったありがとうありがとう。激しいからさ。うん、何度も頭痛は辛いですね。無理なさらずにだって。そうですね。うん。っていうかね。みこさん、ただいまでーす。俺ね、ちょっと認めたくないんだけど、うん、今日ね、うん、今日からもしかしたら花粉来たかもしれない。なんで？鼻はほら花粉症のレーザー治療やってるからビクともしてないんだけど、目がね、なんかね、そんな気がしてる。やばい気がする。でも鼻来ないだけはまだいいね。全然違うね、全然違う。ただ目が、あ、だから眠そうって言われてんのかな。あー、かゆいから。うん、かゆい、目がちょっとかゆいね。てか 目薬使えばよかったね。やれば、うん、そっか、ちょっとっ、あ、でもあっちに持ってっちゃった。あっちに持ってくる。ね、大丈夫です。あ、ゆうよさん、あ、ありがとうございます。ケビン君の出演料だった。あ、ケビちゃん、すごいじゃないか。ケビちゃん。こんなんだって。ケビちゃん、すごい。後ろ向いてる。いいから、こっち来てください。ケビちゃんが可愛いの。今日は確かにお目目かゆかゆでした。やっぱそうですよね。かゆいです、かゆいです。DM 返しありがとうございました。とんでもございません。僕はちょっとあの前回のライブでも言ったんですが、うん、インスタの DM に至っては DM 必ず返しますので、うん、よろしくお願いします。で、ダーチャンネルさん、ありがとうございます。おめでとう、豆乳だって。ありがとうございます。豆乳変えちゃいますよ。ありがとうございます。来週はですね、豆乳動画がお届けできますので、ちょっと楽しみにしててください。うちの奥さんは一応花粉持ちなんですけど、うん、杉じゃないっぽいよね。何で引っかかるか分かんないけど、たまにね、多分花粉が多い時だけ引っかかる感じだと思う。僕はもう鼻に、ね、バリバリのバリーさんでも花粉症なんで、うん、辛いです。まゆさん、ありがとうございます。ハッピーバースデーっていう。ケビンのケツがたまらんだって。可愛いんだよね、ピットのね、
お尻はね、そう、プリケツなんだよね。そう、ちいさんうちの妹にそっくりで親近感です。特に黒縁の眼鏡かけたこと。黒縁も結構かけるもんね。かける、うん、よくかける。鼻レーザーいいですか。ああもうぜひ聞いていただきたかったです。あの鼻水に関しては問題ないんですけど、全くもう改善されてるんですけど、なんか僕だけかちょっと分かんないんですけど、めちゃめちゃなんかそのやった後ね、患部が炎症してるのかは分かんないんですけど、あの蓄膿症みたいな感じになってるんですよ今。そうだね、そうダブルパンチなんですよ今。群発頭痛が右側が痛くて、なんかその蓄膿っぽいやつが左側の頭痛になっちゃって、ね、今大変なことになってます。あ、A いただいた方から、あ、ありがとうございます。ナマズです。ナマズさん、ナマズさんありがとうございますね。あんなでかいからさ、すごいよね、ね、迫力満点で、お二人が僕の理想的な夫婦です。これからも仲良しでいてください。ありがとうございます。そんな理想なんて、理想なんてって感じだよね。花粉注射効くみたいですよ、だって。あー、注射はね毎年打ってたんだよね、今までね。7070ちゃんさん、いつも見てます、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。32歳。大きい声で言うんじゃないよ。あ、そうなの。うん、まあいいんだけどね。あれ、画質が悪くなってる気がします、だって。本当ですか。あ、ゆうたさんありがとうございます。ゆうたさんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。うちの13歳の娘がゆうくんの本で見てくれてます。ありがとうございます。安藤純さん、そうだね、うん、ありがとうございます。夫婦で毎回拝見してます、更新日が楽しみ。 ありがとうございます。あれ、画質なんでだろう、悪くなってんのかな、電波かな。あの本当にもうライブ配信するには本当に申し訳ないんですけど、うちのね、あの Wi-Fi がですね、ちょっとダメなんだよね。ナンセンスなんですよ、ナンセンス Wi-Fi してまして、でちょっとね、あの今変えることを検討しております。変えます。少々お待ちください。少々お待ちください。そうだね、うん、なってないですよ、だって。ああよかった、画質いいって。鼻レーザー どれくらい持ちますか。なんかワンシーズンは持つらしいです、ワンシーズンは、だからでもこの毎回鼻の痛みと戦うんだったら、鼻水とどっちがいいのかなって今ね、すごい葛藤してる自分の中で。でもこの鼻の痛みが2週間ぐらいで治ってくれるんでしたら、断然やった方がいいです。来週病院行ってきます。もうすごいね、またベイちゃん見してって人がいる。ベイちゃん人気者だな。ベータン、まだ同じとこに。後藤ベルちゃん、ベータン、ベやべ、ベル、シカとかましてるよ。あ、見た。はい、ベイちゃんです。あ、来ちゃった。すごいっすよ皆さん、ベイちゃんも、ベイちゃんもなかなかな、激しいんだよね、ベイちゃん。なかなか激しいですからね、ベイちゃんも。ありがとう。はい、ベイちゃんありがとうね。はい、あ、はいはい、あ、出たいの、入るの、出演するの、うん、違うんだって、こたつに入るの。こたつには入らないでしょ。入らないの、暑いんだよな、ね、うん、動画に出たいんだって。ベイちゃん可愛いって、ほら人気者だよ、ベイちゃん。こんにちは、ベイちゃんだよ。こんにちは、ベルです。そんな声じゃない。渡す、ベイちゃんだよって。渡すわね、ベイちゃん。はいはい、はい、激しい激しい。はい、ベイやん、ベイちゃんの出演で、 ありがとうございます。ベイちゃんよかったね。ベイちゃん、ご出演料もらいましたよ。出演料だしたって、すごいね、ベイちゃん。どうすんの、すごい、ね、どこに行きたいの、どこ行きたいの、ベイちゃん。ありがとう、重かった、ありがとう。俊太さんとまたコラボしてほしいです。あー、ぜひぜひよろしくお願いします。しずるさん踊ってくださいって、よっ、踊る。32の舞、何それ。あー、32って年か、うん、32の舞だな。ゆきくんに質問です。芸能界とダクトは両立されていかれるんですか。そうですね、うん、両立していきます。千鶴さんは誠実さが溢れていて、とても好感持ってます。ああ、すいません。
ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、ベイヤン。ごまきコラボ楽しみにしています。したいですね、姉ちゃんとコラボ。何やってるベイちゃん。ちょっと待って、ベイちゃん。やばいやばい。おお、おお。どうした、ベイタン。どこ行くの、どこ行くの。あー、ダメだ、ここだ。ここで落ち着いた。ここに落ち着いた。うん。マジか。ベイタン、ここ落ち着いたの。ここにしたのね。いいよ。うん、いいよ。わおお。ちずちゃん、20代かと思ってます。本当ですか。マジで30です。ん？ちいちゃん、贈り物をさせていただきました。明日の夜届きますが、受け取ります。あー、大輔さんだ。あー、ありがとうございます。ありがとうございます、大輔さん。優しいね。うん。散歩は1日何回くらい行きますか？ 2 回です。2回行きます。これ映そう、もう。帰っちゃう。あれちゃん眠いのね。すんごい顔してるよ。真正面から見てましたね。真正面からの方が。すんごい顔してるよ、かりちゃん。大丈夫？あれちゃん眠いの。響きかえてる。ね、響きかえてる。響きかえてます。可愛いわ、本当に。この前散歩してるところを見かけしました。 ありがとうございます。もうぜひぜひ、運転で危なくない程度にお声かけください。旦那さんのおばあちゃんと誕生日一緒です。あ、そうなんですね。228だね。228 今の俺と同じ体勢だとか。面白い。カーリー同じだって。カーリーちゃん、カエルちゃん見て、なんかそれ聞くとすごい面白いね。ね。カエルの線量。ありがとうございます。ありがとうございます。あゆよさん、本当面白い。カリちゃんなんてね、寝てるだけでご出演料いただけましたよ、カカリちゃん。顔がさ、もう、本当面白いわ。カエルちゃん。ね、かわいいよね。片目だけ開けてる、今。こういう状態になってるもんね。あ、私1日でした。1日生まれだ。あ、2月1日だ。この次丸まってライブ見れます。ベイちゃんね、人気者だからね。あれ？ベイちゃん欲しい。あれ好きだね、本当好きだね、クッション。同じ場所に戻ってるよ、ね、戻った。しかも、しかも同じ格好でしょ、うん、すごいね、買ってよかったよ、やっぱコストコのやつ、ね、本当好きだね、あれ、うん。ゆきさん、また朝倉さんとコラボお願いします。楽しみに待ってます。今日もその、まあ、ブレイキングダウンのオーディションで皆さんとお会いして、まあちょっとオーディションも誰が来てたかとかはちょっと詳細は言えないんですけど、うん、まあ、なかなか面白いことになってますんで楽しみにしててください。28日、新居、あ、新築引っ越し日です。あ、おめでとうございます。ご新築おめでとうございます。いいですね。ね。うちもマイホームの打ち合わせ中なんですが、後ろのアクセントタイルはエコカラットですか？お家の中でエコカラットをもしつければでいれば教えてほしいですだって。うちはね、この後ろがエコカラットだ。そうです。はい、エコカラットです。で、エコカラットは本当に結構湿気とか、あとは、ね、匂いとかね、脱臭とかの機能もついてるので、でもやっぱ貼るとしたらね、ある程度ね、大きな範囲でね。あの、一つ入りたいって、貼っていただいた方が、うん、結構やっぱ雰囲気とかもね。まあでもほら、テレビボードの後ろ、テレビの後ろとか、あと寝室とか、うん、がいいっていうね、うん、そうだね、うん、うちの村長と誕生日同じです。村長さん、おめでとうございます。あ、村長さん、えー、うん、村長さん、すごいね。松田翔太さんと千鶴さんは似ています。イケメンですね。いいじゃん、かっこいいもんね。うん、そうだね、うん、嬉しいです。雰囲気があるからね。お二人は同級生ですか？違います、妻の方が3個下ですね、うん。ゆきさんの髪色はシルバーですか？そうです、今シルバーです。
ゆうきさん、ちーちゃんご夫婦、素敵なお時間を提供していただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらもありがとうございます。仕事ルーティン動画好きです。ちーちゃんが男前だね。だって嬉しいね。ね、うん、私と同い年でワンちゃん6匹、そして旦那と2人仲良く暮らしてます。すごいね、ワンちゃん6匹もね、うんうんうん、すごいよ。髪伸ばしたいですね、僕も。でもね、なんだかいつも本当に伸ばせなくて切っちゃってるよね。だいたいなんかさ、うん、結べそうになるってなった時にさ、すっごい短くするよね、うん、いつもね。傷んじゃうからだろうね。ああ、ね、なるほどね、うん、確かに。あ、ゆうたさん、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。うちの夫の花粉症も、あ、やっぱ、あ、すごい、あ、合うって、あの花粉症のレーザーが。あ、そうなんだ、うん、あ、旦那様がね、やってるんだって。千鶴さん、すごくいい意味で癖があり、好きです。いいじゃん。あります、癖。癖があるってことは、いいことだよ。そうなの、うん、やっぱね、人間、癖とかその個性っていうのはね、生かしていかないとね。うん、私も今月誕生日でした。おめでとうございます。おめでとうございます。熱い靴下みたい。ソニンさんとの思い出ありますよ。あります、あります。ピロリンさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありますよ、うん、なんやかんやね、期間は短かったけどね。八幡のイオンはいつまで経ってもジャスコ感とか言って書いてある。なんだろうね、すごく、まあ、確かにジャスコっぽい雰囲気はあるよね。まあね、そうだ、売ってるものは全然ね、あれだけど、ね、そうだね、うん。今度千鶴さんの週末ファッションみたいな動画見たいです。だって、うん、ファッションショーやればいいじゃない。家にあるお洋服ね。デリリリリリデリリリデリ、曲が古いんだよ。曲がそう、うーん、あ、毎日2時に起きて弁当作ってます。すごい、すごいね。こんばんは、しまきっきーさん。ちずるさんお誕生日です。ゆうきくんは今後バイク乗る予定はありませんか。ちょっと僕の個人チャンネルをですね、今後こうご期待しててください、うん、バイクに乗ることがあると思います。うん、サラダレシピ知りたいです。ああ、結構サラダはあのね、レパートリー結構持ってるよね。あ、そうだね、サラダが好きだからね、うん、本当に大好き、結構持ってるんで。コストコの購入品動画とか見たいです。ちょうど今日うちの奥さんコストコ行ってたんですよ。そうなんです。僕があのブレイキングダウンのオーディション行ってる最中に、うん、一人でね、コストコに行って買い物をしてきてくれてたんで、一人コストコしてすごい楽しかった、うん、ゆっくり見てね。その動画も来週ですね、来週皆様にお届けできますので、うん、ちょっと楽しみにしててくださいね。うん、このライブアーカイブ残しますか。残しますよ、もちろんです。あれからは喧嘩してませんか。まあちっちゃい喧嘩はね、うん、するけどね。 もちろんあの夫婦なんであるんですけど、うん、大きな喧嘩はないですね。ペーちゃんミスまたが入って、ペーちゃんここにいるからね、うん、あ、きなこもちさん、きなこもちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って。ちょっとどんどんこっち寄ってこないで。分かったよ。こっちにさ、ずらすんだけどさ、ここに流れてるって言うから、こっちに寄ったらこっち来るのって言うよし。だるまが見たい。だるま、あのだるまですか。あれじゃないってこと、ね、分かんない、どうだろう、かな。今日はバナナ5本食べましたの。すごいね。すごい食べるね。うちのダルマッチですね。作ってもらったんだよね。作ってもらったんだ。すごいよね。うちのダルマちゃんです。コストコで1回いくらぐらい使いますか。今日は結構買ったので2万円ぐらいでしたね。うん、
でも結構変えたよね。めいちゃん欲しいですとか。めいちゃんはあげられないんですが、違うでしょ、そういうことじゃないよ。めいちゃん、ああそういうことですよ。見せてほしいってことですか。そういうことですよ。今寝てるもんな。ミミリンだったら準備万端なんだよね。めいちゃんいますよ、ここに。はいや。出たがりか。はいや。ケビゾウくん。うちのケビンくんです。後藤ケビンです。よろしくお願いします。後藤ケビンくんですね。明日僕たちお風呂入ります。さっぱりしちゃうんでみたいなね。うん、そんな感じです、我が家の食費終わっちゃうよ。2万円も使っちゃう。あ、でもお魚とかをなんかね、冷凍できるやつをね、冷凍して、うん、取っといて、あとは洗剤とかも買ってたりもするので、今回はでも料理物が多かったか。うん、その月によりますね。ワンちゃんたちの明日お風呂ちょろっとだけ撮りますか、うん、明日もちょっと動画の撮影しようかなと思ってるので、うん、ワンちゃんお風呂はちょろっとだけ動画の中に入れます、うん、初めてコメントします。古谷さんって読むのかな、うん、古谷のりこさん、うん、ハッピーバースデーだって。ありがとうございます。ありがとうございます。ひまわりこさん聞きたいですよね。いつも美味しそうだから一番好きなのは何って。ん、あ、何のことだろう。サラダかな、わかんない。あ、俺に対する質問なのかな、うん、山下清子さん、ありがとうございます。こんばんは。うちの旦那が先日2日朝ゆうきさんが犬を散歩してるのを見かけたそうです。ハッピーバースデー、ありがとうございます。ありがとうございます。あゆゆさん、お風呂で綺麗綺麗になって本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。あ、ひまわりこさん、千鶴さんの手料理です、だって。ああ、あ、じゃあ、あ、何が美味しいかっていうことかな、多分。じゃあ僕に対しての質問だよね。うん、そうだね、そうだそうだ。妻の料理はですね、もう本当にサラダ、もう本当にあのベーコンのやつとかも動画で言ったんですけど、うん、あれを一番最初に出してもらった時に、うん、こんな美味しいサラダ作っちゃうのかなこの子はみたいなさ。付き合ったばっかの時にね、うん、本当付き合ったばっかりの時にそんな印象があって、この子は、うん、料理うまい子だなっていうさ、うん、印象があったわけですよ、うん、私としてはね。胃袋系だじゃん、うん、そう。で、まあ、まあそのサラダも好きだし、あとは本当ね、あ、きねこもちさん、ありがとうございます。何か一番って言われると難しいね。なんだろうね。何、かいちゃんどうしたの。まあでも卵焼きかな、やっぱりね、俺卵焼き、シンプルにね、うん、うん、やっぱね、そういうね、素朴な料理が好きなんですよ、うん、まあもちろんさ、手の込んだものはもちろん美味しいんだけどさ、うん、あ、古谷のりこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっといいかな、うん、目指せ第二のチャーミーグリーン CM 夫婦だって。え、あ、そんなのが やってたんだ、ね、チャーミーグリーン CM、 チャーミーグリーンってだからあれだよ、洗剤でしょ。そうそうそう、うん、それ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 。今マリカー中とか言ってすごいじゃないですか、もうダブルで画面見て、ね、こうなってるわけでしょ、多分。多分ね、チャームシの食べ方可愛かったです、だって。あ、熱かったんですあれ、うん、本当に。卵焼きは甘い派です。バルサミコソースは何をお使いですからって。花まさのね。そうです、花まさのやつです。これぐらいのコッて開けるやつなんですけど、うん、あれめちゃめちゃ美味しいです。美味しい。八幡のドギーズアイランド行きました。ああ、ね、いいですよね。カフェとかもいっぱいあって、いい、ね、ホテルもあって、うん、ランもあるしね。間違いね。懐かしいね。懐かしいね。懐かしいね。間違いない。懐かしいね。でしょ。グリーンのチャーミングリーン CM 後で見てね、だって。コストコのカートの静電気どうにかしてください、だって。そんなすごいの静電気。いや、今日は大丈夫だったな。でも多分ほら、いろんな人が触るっていうのもあんのかな。今日は幕張だっけ。今日幕張です、ね、うん。ワイン飲んでましたよ、うちの奥さんは。まあ動画でも言うんですけど、またワインをですね、ぶちまけました。
夫婦で見てます。ぜひ後藤夫婦でピースお願いします。えいえいとか言ってね、イエイだから、あイエイね、うん、そう、うん、そこだいぶ変わってくるから、ね、そう、答えていただきありがとうございます。あいえ、こちらこそありがとうございます。調理の仕事をして参考にしてました。ゆきさんも幸せだな。だっていや幸せですよ本当に、うん、神戸市の印象は、あ神戸市三宮とかもそうですけど、うん、本当ご飯とかも美味しかったですし、あとね、あの六甲山とかもあるしね、行ったことない、すごくいいところです。うーん、たった10万人記念の動画は何か考えてらっしゃいますか。10万人記念 ね行ったらすっごい嬉しいよね。いや行ったら嬉しいですよ。銀の盾欲しいですよ、うん、銀の盾だって、銀の盾、はい、あヒッキーさん、あーすいません、ありがとうございます。応援してます。いつまでも仲良くいてください。あ嬉しいな、ありがとうございます。ありがとうございます。これ最近夫婦チャンネル楽しく見てます。 ありがとうございます。ありがとうございます。はま寿司行ったことないんですが、どの回転寿司が好みですか。私結構はま寿司とくら寿司好きかな。くら寿司俺行ったことないんじゃないかな多分。え、わしないよ、うん、わしない、くら寿司ないの。だってさ、美味しいよ。八幡にあるのってまず浜ちゃんとあと銚子丸でしょ。そうそうそう、でしょ、うん、でほらうちらの地元に あるのもさ、一番近いところでやっぱ銚子丸じゃない。うん、そうだね。そうだからね、銚子丸かな、行くことが多いですね僕は。うん、確かになんか行ったことないね、ゆうくんと。ゆうきくんの皿の量とか本当にあれはですね、なんか動画上面白くしようとかしてるわけじゃないんですよ。いつもあれぐらいしか食べないよね。お寿司屋さん行くと僕はあれぐらいしか食べないです、うん、焼肉はすごいけどね。そしてお寿司屋さんが嫌いなわけじゃないです、全くもって嫌いだからテンションが低かったとかじゃなくて、うん、お尻が近いねケビちゃんね。はい、そうなんですよ。整えに入ってる。レン君さん、あ、ゆき君今はお酒飲めないと思うからこれで豆乳でも買って飲みましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。耳やちくん、豆乳を投入させていただきます。押す。押す。だからさ、ケビちゃんのお尻がさ、すごいね。すごいね。ぐるんぐるん回ってるからさ。あ、決まった。決まった？うん、ここに決まったよ。ここに決めたってやつ。ここに決めたのに、ね、はいはい、オッケー。ね。甘えん坊ちゃんですわ。ママっ子だからね。スシローは行きますからって。スシローないんだね。行きます、行きます、行くの、行きます。美味しい、行っちゃうけ、うん、ちょっとまたはま寿司とは違うなっていうところはある。あ、そうなの、うん、あるあるある。俺そんな行かないからな。すごい好き。え、待って、銚子丸って銚子にないらしいよ。え、マジで、それはそれビッグニュースだね。仕入れてんのが調子とかってことだよね、多分ね、おそらく。いや、調子だけではないと思うけど、ね、あ、まあそれはそうでしょ、調子縛りだったらあんなにネタないでしょ、絶対。だわな、だわな。かっぱ寿司も行きますよ。え、かっぱ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 寿司のやつ。そうだよ、かっぱ、かっぱのマークじゃないの。それラッパのマークな。あ、そうか。てってれれってってってれれってってれれってってアウトだよ、もう あなたはね。もういや、セイロガンでも飲んでください。カッパのマーク、パッパ寿司っていうやつだと思ってたし、カッパのマークじゃないの。そうだよ、カッパのパッ、パッパのパーのみたいな感じ。言ってねえわ、言ってねえわ。なんだそれは。え、うちのお母さん浜寿司勤務です。すごい。炙りサーモンがどうやって、あ、寿司動画、奥さん醤油つけすぎだったわらとか言って、そう、結構言われるんだよね。あ、結構つけるね。つける、確かに。つけちゃうんですね。やばいよ、あれは、ね、やばいよ。やべっすよ。スーパー太陽は知ってますよ。知ってます、知ってます。行きますよ。行ってますよ、あのボーリング場のね、近くのね。うん、うん、うん。ん？ん？独楽寿司はどうですか？独楽寿司？知らないや。あります？どこにあるんだろう、聞いたことないね、うん、地元でもないな。今日家族でくら寿司でランチしました。
あ、くら寿司行ったか俺。あれ、あのお皿カシャンって入れるとこがあるやつだよ。あの桜のやつは何あれ。は、あれ寿司ロー、あれ寿司ロー、あれ寿司ロー、あ、寿司ローか。あ、僕行ったことあります、寿司ローはね。あの隣のですね、桜市の、うん、はい、GU の前だかなんだかのね、女子の12差だって多くないですかって書かれてる多いのかな、全然食べちゃう ね食べてるよね、いつもね。スーパーお買い物が多いのが東図ですね。東図がね、なんだかんだその近いっていうのがねありまして、ランドルームとかもね結構行くけどね。僕も夫婦円満なのですからって、やっぱ夫婦円満っていうのはいいよね。うんうんうん、炙りかぶりで3回行ってみてください。だって炙りかぶり、炙りかぶり、炙りかぶり、これ違うよね。炙りカルビって言わなきゃいけないんだよね、多分ね。あ、そうなの。そうだよね、そうだよ、そうですよね。絶対今多分間違ってたと思う。アルビ、え、あ、もう分かんなくなっちゃった。炙りカルビを言うと結局炙りかぶりになっちゃう。あ、そういうことね。まあ、そうです、多分そうだと思います。一括一回で言えたね。でしょ。ベーちゃん見ながら割り返してます。桜市カッパもあるんだ。あ。回転数、そう、ウオベ行ったことあるよね。え、ない。え、俺あんの？あのジョイフル本田のところにあんじゃん、あのニュータウンのところの。あ、ないない、俺行ったことない。あ、ないっけ、うん、ない。ウオベ美味しいよ。ウオベって読むのか分かんないけどすごい美味しい。俺あそこで行ったことあるの、あれじゃん、王将じゃん。あー、うん、はいはいはい、バット、まあ、バットホープじゃないや、ビッグホープのとこにある。バットホープ毎日がウィーケンド育ちは成長の記録さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私は千葉市生まれで同じ千葉。ああ、同じ千葉、まゆさん、うん、千葉県ですよ。魚べいです。だってそうそうそう、混んでるよね、結構混んでますね。うん、今日のオーディション面白かったです。魚べいです。千葉乳とか地元トークで嬉しいですね。すごいね、んちいちゃんお誕生日おめでとう。今日17回目の結婚記念日です。おめでとうございます。おめでとうございます。17回すごいね、すごいね。うちらもね、うん、またね10回目、うん、15回目、20回目とね、うん、目指せるようにね、うん、よろしくお願いしますよ。名前呼んでほしいんです、あ、欲しいですって。ニンニクマンさん、ニンニクマンさん呼びたくなっちゃうね確かに間違いない、呼びたくなっちゃう。ニンニクマンさん、ウオベーはちーちゃん大好きって言ってくれて、ユミさん、ん、ウオベ混んでるの、すごい混んでんの。そうなの、混んでる。あ、人気なんだ。まあ、うちが行ってるとこは場所もあると思うけど、うん、でもすごい混んでる。あ、そうなんだ、うん、安いの。安い。あ、安いんだ。まあ、だから一皿100円とかそういう感じだと思う。ああ、そういうことね、うん、ああ、スシローさんとかとね同じ感じのね、うん、チャチャさん面白い、携帯の電池がなくなります、どうしたらいいですかとか。それはですねあの携帯持って、携帯持つじゃないですか、で充電器持ったらうんしてもらえればもうそれで解決しますね。そうですね、そうですね。さとちゃん、さとちゃん、さとちゃん、そう、寿司なら石川県行きたいっすね。行きたいよね。それは行きたいですよ、さすがに。どこ入っても美味しそうだもんね。ね、うん、やっぱあの多分本当あのお魚とかが美味しいような県、うん、地方のさところはさ、うん、回転寿司も間違いなくレベル高いよね。うん、全然、絶対絶対絶対レベチっすよ、うん、三宅仕事頑張れって言ってください。明日1週間ぶりに出勤します。三宅さん仕事頑張りましょう。1週間ぶりだと思うので、あのどんな仕事かは分かりませんけどもまずはですね、怪我をせずに安全に1日を過ごすことを考えましょう。頑張ってください。明日お休みですか。お休みですよ。明日はついにですね、ちょっと久々にうちのワンちゃんたちをですね、お風呂を入れます。千葉県の船橋に来たことありますか。ありますよ、バリバリありますよ。バリバリのバリーさんですよもうありますよ。なんせもう船橋って言ったらね、あのララポートとかもそうですからね、うんうん、バリバリ行ってますよ。
ドラッグストアコスモスは行きますか。あ、行ってないね、あそこね。いや、行ってないんだけど、うん、そのファンの方が言ってたのが、なんだっけ、スリラッチャソース。あるって。うちは、輸入だかなんかで、なんか、買ったんだけど、うん、ネットでポチってね、うん。実はあそこに売ってたらしいよ。あ、そうなの。うん。売ってるんだ。届くまでに1週間ぐらいかかったけど、実はすごく近くに売ってるっていう。マジで？コスモスで売ってたらしい。ヤーマンさんが長野看板だって。長野はね、うん、行きたいね。ニンニクマンさんがちょっと面白い。僕は明日何をする、何するでしょうって。ニンニクマンさんですか？ニンニクマンさんが、わかんないな。おそらく僕たちのアーカイブを見る。どうでしょうか。面白い人だ。よみうりランド行ったことありますよ。僕は姉ちゃんのライブで行ったのかな。確か、うん、行ったことあります。あ、二人でリオちゃん見てるって娘の名前呼んでくださいやって。リオちゃん見てるって娘の名前呼んでくださいよ。リオちゃん見てますか。リオちゃん見てますか。こんな僕ですがよろしくお願いします。ちいちゃんの後ろにおじさんと思ったらまっちゃんだったとか言って。結構ね、人間味があるとこあるからね。うん、そうそうそう。大分来たことありますよ。大分のスタジアム、サッカーのスタジアムで確か芸能にいた時に、うん、歌いましたね。面白い。ゆきくんのお皿の少なさ分かります。いや、本当ね、ね、わざとじゃないんだよね、あれはね。うん、そう。本当リアルにあれぐらいしか食べないです。うん、お寿司屋さん行くと。あ、うちのピットくんのライズくんにも誰かしたね。ケビ。ライズくん、ワンちゃんだね。ピットくんのライズくん。ニンニクもさ面白い。めっちゃコメントが入ってる。福田さん。やばい、誰？誰しょん？ケビ？ケビゾウくん？やっちゃった。プーやっちゃった。マメさんありがとうございます。マメさんありがとうございます。そうです。あ、よく覚えてますね。しないね。うちの姉ちゃんのライブが初出たのが読売ランドだったんです。ヒカルさんありがとうございます。すいません。もう今ね、おだら臭くて。ケビちゃんの。そんなのはもう全部吸い切りなさい。ダイソン。吸い切ってよ。ダイソンみたいにね。まあ今またないだから臭いでしょ。臭いわ。こっちまで来た。ちょっとこっちにやったってこっちから。こっちまで来たわ。すごい臭い。すいません、おならしたの僕です。マモモさん。通りでこの パソコンからですね、ちょっと匂ってきた感じはありましたけどね。想像以上にね、ケビちゃんのおなら臭いからね。ワンちゃんのおならって臭いですよね。いや、でも本当にすごいですよ。目にきます、目に。今とりあえず花粉よりは辛かったですね。なかなかきます。どんな匂いですか。どんな匂いなのあれは。いや、もうでも本当人間のに近いんじゃない。あ、確かに、うん、うん、近い時はあるだろうね。すごい臭いです。しかもその子その子によってなんか臭さが違うよね。そうだね、そうだね。子供が寝ません、助けてよ。知恵さん、そうだよね。今ちょうどね、うん、お子様がいらっしゃるご家庭の方は寝かしつけの時間ですからね、うん、そうだね。なかなかおやすみ。いや、そうだ、子守歌を歌って差し上げて。何のやつだっけ。お子様が寝られる子守歌を3、2、1。なんでそんなさ、うちにさ、むしゃぶりさん、はい、ゆうくんが歌っておやすみってん寝ろってなんかおやすみ。えらい昨日、あ、一昨日だっけ、昨日だっけ、あの HY のさ、うん、女性のさ、シンガーの人、うん、ライブ見てたんだよね、うん、インスタライブ。そしたらね、おやすみの子守歌でさ、うん、なんかもう寝ろみたいな言ってたね。本当面白いよね。本当面白い、すごい面白かったよね、うん、間違いないです、大好きです。あ、てか今回あれだね、うん、今回っていうか今までさ、うん、僕たち空気清浄機っていうものを一度も買ったことがないんですよ。あ、ない。こんだけワンちゃんがいるのにもかかわらず、こ
こんだけ花粉症なのにもかかわらず、なんだろうね。てか掃除をしょっちゅうしてるからあんま気にならないね。気にならないね。ほんと1日何回も掃除かけてるから。でも花粉とかっていうのに対策するんだったら絶対に必要だよね。必要だよ、必要、うん、ほんとそう思います。うん、ポッちゃん見せて。ポッちゃんどこ行ったんだ。こたつだね。こたつか。こたつの中に今インしてますんで、おにゃ、ちょっと後で出てきたらですね、熱くなって多分出てくると思う。パナソニック、ああやっぱいいんだよね、パナソニックのね、空気清浄機ね、うん、頭痛はですね、まだかかりますね。多分 3,4 ヶ月ぐらいは続くと思います。ワンちゃんのお風呂は、ん、犬臭いの好きとか。あでも、ね、めっちゃわかるな。香ばしい匂いとか大好き。 うちも香ばしいね。マッキュイちゃんは今3階で寝てます。ちいさんが子守歌歌ってくれて寝ましたよ。だってさすが私の子守歌。ほとんど歌ってないじゃん。届け、何これ。届け。マッキュイちゃんはアロリンたちが1階に行ったら、2階に降りてきます。そうだね、そう時間帯でね、ちょっとうちは、うん、あの飼育というか家族の時間を、分けてるんだよね、うん、家族時間をね分けてます。私も頭痛持ちですが、起き上がれなかったり目の奥が痛くなったりすることもあります。そうなんですよ、うん、目の裏か。エガちゃん、そうですね、エガシラさん引っ越しましたね。え、そうなんです、新居に引っ越しました。わからない、どうなんだろう。広い家になったの。家バレしちゃったのかな。あ、そういうこと。いや、わかんない。ポメラニアも可愛いです。ポメちゃんも可愛いですね、うん、僕たちピットちゃんしかいないんですけど、うん、全般大好きですからね。ワンちゃん、猫ちゃん、他の動物もね、うん、ちっちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ミミボンさん、ありがとうございます。ミオさんとミウちゃんっていうのかな、うん、みおちゃん、みゆうさん、おやすみなさい。おやすみなさい。ゆっくり寝てください。 See you, good night。 チケンです。イジャンプの CD 買ってました。懐かしいなーだって。ありがとうございます、ありがとうございます。僕のこと興味ないですかってニンニクマンさんが。なんでだろう、なんでそうなっちゃったんだ、どうして。ニンニクマンさんはね、いろんな、いろんな引き出しを持ってるよ多分。絶対にそう。え、めまい症ってのあるんだ、それきついね。うーん、めまいはね、うん、平田香織さんかな。肛門腺やばいですね。だって、あー、肛門腺絞るのね、うん、こんだけいるとね、うん、今日娘誕生日なんで、マナちゃんっていうのかな、うん、だよね多分ね、うん、マナちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。今こたつのところでやってますかとか言って、そうです、まさにその通りです。何が。こたつのところでライブやってんの。まあそう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 です、うん、そうですそうです。あー、ポーニャン出てきた。あ、ポーちゃん出てきましたよ、うん、皆さん熱くなって、はい出てきました、ポーちゃんです。待って、もう歯入ってます。こたつでね。次いつ生配信してくれますか。まあ生配信もですね、本当はこうね、ちょこちょこね、うん、やりたいんだよね、うん、で一応生配信の日はですね、一応間違いなく言えるのは、動画の投稿日はちょっと生配信ができないので、うん、だから水金日の定期、定期投稿日か、それはできないので、うん、火木土かな、うん、ですね、そのどれかでやると思います。ニキビができました。あ、ニンニクマンさん、その悩みでしたか。あ、なるほど。ニキビができた時はですね、うん、潰しましょう。ダメだよ。ダメなの。ダメダメダメ。どうすんのじゃあ。あと残っちゃうもん。じゃあ、どうすんの。オロナイン塗ったらええよって人もいるね。オロナイン、ナモモさん。オロナイン何個ってやつ。なんかさ、人それぞれやっぱ違うけどね、ニキビのケアって。そう、ケアっていうか、ケアが違うというよりは、ニキビの質が違うじゃん、人によって。あ、そうね。油ニキビなのかとかさ、うん、そう、それが違うので、なかなか一筋縄ではいかないんでございますよ。ね、わ、うん、かるでしょ。大型犬のボルゾイ知ってますか。ボルゾイ知ってますよ。高級だよね、うん。そう、高級なワンちゃん。高い、かっこいいよね。あります。もう
厳しいよ。千鶴さんは原田知世さんに似てます。結構言われるね最近ね。言われるね。ニキビには歯科クリーム、これ絶対。ああでもそれすっごいわかります。ね、使ってるやつだっけ。ニキビがひどい時は歯科クリームを使ったりする。歯科ペアクリーム。今度バーベキューライブ。ああそういうのも面白いかもしれないね。うん、ね。でも煙がこの辺でさ、くむんだってさ。大丈夫ですかね。妊活応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。歯科クリームニキビの人を使ってください。ググってね。だってやっぱそうなんだね。そうですよ、皆様おすすめしております。僕はちょっと使ってないんですけど、うちの妻がおすすめしております。あと早く治したい時とかニキビパッチ。ニキビにヤクルト塗るといいです。本当ですかツーツーさん。ニキビにヤクルトですか。もう例えばこういうとこにあったらこういう感じでいっちゃう感じですか。このままこうやって、そう、こうやってその子だって効きそうじゃん、うん、でその当てた後は即答でニキビ潰すの回答に爆笑しましたとか言って。潰すでしょ、だって俺ぶっ潰しちゃうけどな、うん、僕が使ってる化粧水乳液ん聞いてください。だってあ何でしょう、何でしょうか。ぜひぜひ聞かせていただきたいです。小さな寝てる姿いつもヒットです。すごいんですよ。もう本当に皆さんにも DM でお返ししましたけど、あんなもんじゃないんですよ本当に。もっとすごいんですよ。寝相が本当にエクソシストみたいになってる時あるので。え？ブリッジしてんの？そう。ああ頭皮にニキビできて辛い。これはね。頭皮か。頭皮とかさ、あのさ、あの。まあ、いいですか。じゃあちょっとここで一つ、ニキビができたら痛い場所ランキング、ちょっとランキング発表しちゃいますけど、うん、まあ、ランキングというかこのね、ゆみさん頑張れ頑張れ。やっぱねここら辺ね、うん、この辺の周りはまずクソ痛いじゃん、うん、この辺そこは痛いとこだもん、このラインでしょ、うん、そしてあと痛いのがこの、うん、鼻周りね。その違う違う、ここがマジで痛いよ、ここでしょ。だからこれでしょ、うん、痛いじゃん、うん、あ、大輔さんだ、お好きなものを二人。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、大輔さん。え、お米の鼻の下はカオスだね。うん、やばいよね、うん、できたら恥ずかしいし隠れないし、うん、なかなか治らない。そう、あとね、おでこも、うん、この辺は痛くない、俺はね、うん、僕はですよ、うん、この辺は痛いんですよ、やっぱね、上に上がってくると、うん、でまだね、女の人だと櫛とか溶かすときにガリってやっちゃったりする、ね、あ、やっちゃったりするわけ。痛い、めっちゃ痛い。まずいな、顎の下にニキビできます。鼻の中、え、鼻の中ってニキビって言うの。いや、わかんない。でも鼻の中できたらきついよね。きついよね。僕に至っては1日の中の多分4時間ぐらいは鼻ほじってるのでね。まあ確かにね、そうでしょ、1日の中の4時間は鼻ほじってるんで、多分鼻の中できたら多分失神しますね。多分今言ってるとこ全部ニキビできてる、何俺とか有名になりたいんですけど手伝ってくださいって。ニンニクマンさん、あ、そうなんですね。へえ、なんか活動されてるのか ね鼻毛抜いた後すぐできます。ああ、それすごい、2件別の人が同じこと言ってる。何が。鼻毛の抜いた後すぐできるって。間違いなくそれは男性ですね。男性諸君ですね、皆さん。でもね、やっぱね、あの抜いて多分炎症が起きてからの、あ、多分ニキビでしょあれって多分、うん、明日やるだけなんで頑張って起きて、花ちゃん頑張って起きてください。花ちゃん頑張って、目覚まし必須です。マリカ楽しいとか、うん、まだやってるんですね、マリカ。あ、鼻の中はメンチョって言います。あ、そうなんだ、うん、ミオちゃんとね、ミユちゃんがね、まだ寝てないみたいです。あ、そうなの。早くおやすみよね、そうでしょ。それで寝たらすごいよ、もう寝たよ多分。もうこの今もうあれだから、声が届く頃にはもう、あ、足の小指風呂のドアで打った。マジこれ激痛のやつだね。俺も階段でよくもだいてるよね。あの一回小指なんなかったっけ。あ、そうだから
去年の夏ぐらいでしょ。あけみさん、ありがとうございます。去年の夏ぐらいに、うん、それこそあれですよ、 TikTok の撮影してて階段のところにぶつけて足の指ひび入ったからね。まあ、そうひび入ったね。大変でしたよあの時は。え、俺の鼻毛の濃さはひじきです。それはすごいですね。それはすごい濃いな、ね、ひじきって教えにして送ってほしいぐらいですね。お尻？教え。あ、教え。折れてます。や、山口。ん？折れてます。あ、山岸さんだね。鼻毛抜きすぎると鼻水ダダ漏れになりますよね。だってやっぱそうなんですよ。今日頭痛大丈夫ですよ。全然大丈夫です。今日誕生日のマナは、あ、マナちゃんじゃなくて、あ、アイナちゃんって言うんだって。あ、そのまんまね、そのまんま言えばいいんだね。アイナちゃんおめでとうございます。改めましておめでとうございます。シリカ、あ、シリカ飲む、シリカかな。シリカって、シリカってなんだろう。でもね、やっぱね、女性の方の方が特にね、ホルモンバランスとかが崩れやすいからね、お肌の調子もね、うん、結構左右されるよね。何このコメント面白いな。何？ジンさん、ジンさん、僕はたまに鼻毛出てます。自己報告。結構ね、本当に男性だと特に、男性だと特にね、職によってマジで、うん、いや、僕もめちゃめちゃ伸びるの早いんですよ、うん、本当に。メカブの人もいるね。俺の鼻毛メカブです。それもすごいね。だってさ、やっぱホコリ吸うからね。うん、そうだね。うん、あ、やっぱシリカはみくるさんも飲んでる、ね、あ、そうなんだ。みくるさんのだから YouTube のやつで飲むシリカってなんかよく水置いてあるマジで。あ、うん、あ、あれの話、あれでしょ多分。 あれで肌質変わるんだ。うん、買ってみようかな。ごっそしてってなんだろう。ごっそして、あ、ごちそうしてってことかな。じゃないの多分、ね、今度鼻毛ん、今度ごっそで鼻毛抜き動画だそう。ごっそってなんだ。あ、なんだ、ああいうブラジリアンワックス的なやつかな。ごっそっていうのがあるんだよ。だからその鼻毛抜くやつでしょ多分。そうそうそう。でしょ。僕もマスクの下で鼻毛出。すごいですね。バレない。それが多分上級者になると鼻毛からあのマスクから貫通するんだろう ね、 こうやってね。それはやばい。それやばいでしょ。上級者になりたくない、ね、そこまで行ったら上級者です。ベテランですもん。あ、ゴッソは痛いだって。いや、だからやっぱあれだよ、ブラジリアンワックスみたいなやつ。ゴッソってなんだろう。だからこういうやつだろ、フンってやって、フンってやつでしょ多分、うん、絶対そうですよ。うん、鼻毛ゴッソだよとか。っていうかあれか、好きです付き合ってくださいってニンニクマンさんが。おお、告白。いや、男性か女性かすらわからないからね。確かに。でもニンニクマンさんだからニンニクウーマンさんになるんじゃないの。そしたら女の人は、そう、なんでだろうね。女性の人はすごいよね。鼻毛カットもしないよ、うち。まあ、うちのそれこそ亡くなってしまったね、おばあちゃんとかは365日鼻毛出てたんですけど、でもおばあちゃんになるからね、それはね、うん、あ、サジでニキビなくなりましたっていう方もいるね。ああ、そうなんだ。そう、今うちもサジ飲んでるんでね。でも最近肌はいいかもしれないな。でも美味しくはないんでしょあれ。うん、ちょっと分かる。慣れるまでに、慣れてくると原液で飲めるって人も結構いるよ。あ、なるほどね。結構ね、そう、ファンの人もなんかそのすごいサジ飲んでる人多くて、今は現役で飲んでますって人とかもいる。いつも何時に寝てるんですか。まちまちですね。平日はやっぱ仕事が次の日とかあるときは10時11時ぐらいには寝るようにしてます、うん、休み前みたいに今日みたいな土曜日とかはわりかし1時とかそうですね。僕は高速道路運転中に鼻毛を抜きますとか言って。落ち着くのかな。でもたまにいるじゃん。あ、いたよな。だからいたよな。いたよね。ちょっと話を聞いてください。大注目、注目。車乗ってたんですよ2人で、うん、で僕が運転してて妻が助手席にいて、でまあ一般道で
隣でですよ、信号待ちしている方で、あ、ちょっと待って、一回、ほんの気持ちですが、おめでとうございます。MOさん、ありがとうございます。隣で、信号待ちしている車の方がいて、男性の方、一人で乗られてました。で、その方が、僕たちが見ていることを気づかずに、もうこの状態ですよ。そうだね、横でやろうか。じゃあ、ルームミラーでずっとやったの、ね、そうだから、こうやって。うん。ってやってたんですよ。それを僕たちはずっとこうやってガン見してました。うん、エンドレス鼻毛トークって言ってくれてる人もいるよ。そうだよ。鼻毛が長すぎちゃったかな。そうだね。あとはね、さっきね、今ね、コメントがあったんですけど、なんだっけ、ブレイキングダウンの方は出場は決定してます。うん、出場は決定してます。うんうん、なので出るのは出ますので楽しみにしててください。うん、ちなみにも対戦相手も決まっております。それはでもまだ誰だかは言えません。なんていう方かは言えないです。ロシアの戦争についてどう思いますか？最近ね、ものすごくね、そのネタはね、ね、僕は本当反対ですね。なんその、まあ、要は、わかる？どうしたいか、ロシアが。NATO にだから加入させたくないんでしょ？ね、すごいな、ちょっと待って、見てますよ。皆さん。うちのどんだけバカにしてるんですか、バカにしてるわけじゃなくて、いつも本当ニュースとか大して見てないんで、見てるよ、その会話ができないんです、その要は世間一般で言われる時事ネタみたいな会話が、うん、すごいわ、今ちょっと感動しそうになった、うん、すごいよ、あなたがそんなことを知ってるなんて、パチパチパチとか言ってすごいですよ、皆さんすごいです、本当に、うん、本当にいつも何か聞いても、え、知らないで終わっちゃうんだよこの人本当になんか世の中のこと何も知らないのかなって思うぐらいなんですけど、知ってるよちゃんとね、32歳になるということで少しは勉強してるみたいです、ね、ナオさんありがとうございます、すいません、ありがとうございます、そう心配はねちょっと絶えないですがね、ね、そういうことです、うん、ミクルさんにやられたから対戦相手に怖さはないはずです、そうですね、うん、まずもう怖いという感覚はもうなくなりましたね、対戦相手はニンニクマンさんですか、なんで分かったんですか違うでしょ、ニンニクマンさんバレちゃいましたよ、僕たちが戦うとね、うん、ブレイキングダウン応援してます、支えている千鶴さんも素晴らしいですね、うん、そうですね、本当にまたね試合が今度3月21日なのでもう1ヶ月は切ってるので、うん、頑張ります、ん、ちいちゃんママと同い年、すっげー、そんな若い子から見ていただいて、ねえ、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいね、うん、ちいちゃん馬年ですか、そうです、馬年です、馬っちです、馬年で、足は遅いんですけど馬年です、馬年ですね、余計だった余計だった、ちいちゃんのカラー真似したい色を教えてください、確かグレーベージュとかだったと思います、グレーベージュっていうキャラなの、カラーね、うん、そう、私もそろそろマリオカート始めますけど、ね、千鶴さんもブレイキングダウン出てくるよって、嫁なんですだって、ん、どういうこと、うちのママっていうのが、ああそういうことね、そうね、そうそうそう、そう、まあそうなんだ、あ、草、またやったケビンてかさ、すごいよねワンちゃんってさ、本当に熱ぺがすごいやめなさい、あ、ペーパービューで見ます、久保田さんも楽しみです、娘がピットブルを買いたいと言っています、年間いくらぐらいかかると思っていればいいですからって、年間いくらというか月ですか ね、うん、そうだね、今うちで言うと、あ、てかまあビットちゃんが一人でしたら月に多分2万円ぐらいで足りるかな、ね、一人で、うん、うん、2万円もあれば食事は足りるんじゃない、うん、ね、旦那がムカつきますだって、あるあるですよねうん、あるあるですね、うん、私には分かりません、あ、ん、そうか、今日さつまいもいっぱい食べたの、
だからそういうことね。ズッズ全部すごいのかもしれない。オナライブとか言ってオナライブはいい。イクルさんからのプレゼントの洗濯機は絶好調だよね。いやもうすごい大事に使ってます。絶好調です、はい、大事に毎日使うものですからねうちは旦那が熱ぺするから殺意覚えるとか。あ、江頭さんとコラボしてみたいですか。いやめっちゃコラボしてみたいですよ、うん、僕全然黒タイツで出ますよ本当におーいってやりたいもん。口で呼吸、千鶴さん口で呼吸。そうだね、うん、もう今ねよく平気だね。今匂ってこなかった。そうだったでしょ。いや俺はね今匂いのセンサー遮断したからずるい。そこまでできるから、ね、ずるいよ。上級者になると。お願いします。旦那さんのお誕生日なのでしょうちゃんおめでとうって言ってほしいです。プニプニさん、しょうちゃんおめでとう。ハッピーバースデー。ありがとうございます。熱ぺすると鼻毛を抜いてます。いい、俺ちゃんまんさん、千鶴さんおめでとうございます。ヤギ座、うん、牛年、地元江戸川区です。牛年ってことはあれか、あ、リナと、あ、違う違う違う、よりん下か上どっちかだよ、上じゃない多分ね、うんうん、うちもライズがおならをならくっさーです。菊池さん、しんのすけさん、北海道北見からです。初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さつまいもに罪はないとか言ってそれはそうですね、本当に確かに今度ゆうきさんが千鶴さんに料理作ってるって。お、そうだよ。何そのポキポキやめて。作っちゃいますか。作っちゃいますか。うん、何がいいですかね。一世三宅買いました。だって、あ、香水ですか。あれめっちゃいい匂いですよ。めっちゃいい匂いですよ。僕が今ねライブを見てくださってる皆様、僕がちょっと料理をできないと思ってる方いらっしゃいますでしょうか、うん、ぜひコメントください。マリオカート2になりました。いびきかい。マリカー面白いよね。マリカーね。あーやばい、足の中カサカサ。 It's me マリオ。ディリリリリリグルーさん家にしようって言って、夫と夏だぜだって面白い。ワンちゃんシャンプー間に合った。あ、ワンちゃんシャンプーしてたんですね。うん、陶芸とか二人はしないですか、うん、好きだよね、うん、旅行行った時はあったらやりたいなって、うん、何回か作ったよね。作りました。丼とかを作りました。カツオのやつ作ったようだって。あ、ありがとうございます、うん、グレートで、まあ、うん、カツオの他にもですね、まあ、ご飯ももちろん炊けますし、ちょっとじゃあ僕が料理動画を撮りますか、千鶴さん。はい、いいですね。本気を見せますか。何その手本気を見せますか。何の、何それ。ヘイヘイドクター、ヘイドクターだけなんだっけ。あ、さっきね、本気見せますよ料理。ヘイヘイドクター、ヘイドクター。そう、できないとか言って言われてますよ奥さん。まあ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 、今黙っててください奥さん。料理のできないと思っているそこの視聴者の皆様、楽しみにしてください。作れんだ。作れますよ。今は待っているものは、ん、今ハマっているものはありますか。なんだろうね、今ハマってるもの。最近でもな、結構俺お菓子とか食ってるんだよな。でも毎日コーラ最近飲んでるよね。まあ飲みたくて飲んでるんてか、なんか、いや、てかあのね、違う、この前コメントにもあったんだけど、うん、群発頭痛の人でなんかコーラを無償に飲んでる人がいて楽になったみたいな人もいて、なんか体が欲してんのかなって、やけにコーラが飲みたくなるのよ群発頭痛になってから。お砂糖ってことじゃなくて。いや別に糖分他でも取ってるからね、うん、ギャンブルしないです。僕はギャンブルは一切しないです。ベルファイア、あゆみさん、ちーちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。まだね来てないんですが、
もうね時期にね誕生日が来るんだね。あ、誕生日ね、まもなく28歳ですよ、うん、28歳じゃねえよそれ日にちだ。32歳です。うんとか言って言うなし何されげなく私28歳みたいになってんのベルファイア買い替えたいですね、うん、そろそろ。ああネタみたい。 ありがとうございます。やっぱりね、うん、もう聞いちゃったわけよ私の子守歌ちゃんがさ。え、コストコ行ったらコーラ缶絶対買うよって。やっぱ安いんだ。いや今日見てさ買おうかなと思ったんだけど今日やめちゃったんだよね。冷蔵庫入んないかなと思って。僕の趣味は僕ゲームが結構好きなんですけどね最近は やってないんですけど、うん、今日は、私はねアイスティー飲んでます。28歳なのとか言います違います32です多分僕の話めっちゃ適当に聞いてましたね嫁と自分と子供で1台ずつ今 YouTube ライブ見てますよねありがとうございます。面白い。ありがとうございます。めっちゃ面白いコストコで絶対買うものは何だろう。うちはチーズか。そうだね、チーズとあと箱ティッシュは絶対買うよね。あけあけさん、あけあけさんありがとうございます。そうだね、箱ティーは買いますね、うん、20代後半、あ前半かと思うよ。だってよ、若く見られんのかな。いいじゃない、いいじゃない。でも前髪切ったのもあるかもしれないね。あ、前髪切ると多少なんかや、あの若返るよね。 P さんありがとうございます。 P さんありがとうございます。ありがとうございます。確かに前髪切ると確かにそうだね、うん、あコストコのラップおすすめです。あいいんだよね、あの野菜包むやつかな。印西のコストコ、印西は今まで2回行ったのか、うん、だよね、うん、ニュータウンでしょ。そう、うん、前髪あり可愛いだって。ありがとうございます。旦那さんがあまり喋らないんですね。平田さんどうしたらいいですか。俺がねずっと喋ってるタイプの人だからね、うん、僕ほんと一人でも何かしら小言っていうかなんかつぶやいてるんで、うん、一人ツイートしてるんで。 R ママさんおやすみなさい。あおやすみなさい、ありがとうございます。みなちゃん大好きお願いします。だって大好きです、おやすみなさい。おやすみなさいじゃないや、寝るんじゃないよ。勝手に寝かせるんじゃないよせっかくライブを見てくれてるのに勝手に寝かせるんじゃないですよ。なおなおさん、ありがとうございます。いつも応援してますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。危ないところでしたね。うちの奥さん勝手に人を寝かせようとしてましたよ。22歳誕生日でした。その祝いでノロウイルスになりましたって。今流行ってるんだ。多分ノロってことは本当に美味しいものを食べに行ってそれに当たってしまうということですかね。いやいや、あれウイルス性だから。あ、そうなの。そうだよ、だからほらノロウイルスが流行った時に、あその時も消毒液とかあったじゃん、あの お手洗いとかのところに、うん、で、あのなんだっけ、あのトイレ流す時絶対閉めてくださいみたいなさ。あーそういうことね。そうそうそう、そういうことか、うん、山岸さん、うちの旦那さんにも頑張れててください。山岸さんの旦那様頑張ってください。頑張ってください。ファイトです。ゆうかりんさんありがとうございます。 ありがとうございます。群発頭痛はどうやったら分かりますか。群発頭痛は基本的に、うん、例えば今までなったことがなくて、うん、今年からなった人っていうのは基本的に群発頭痛の診断はしてもらえないと思います。やっぱあれは何各こう定期的な周期、定期的というかね、うん、2年とか何年か大きいとかで周期できて、うん、結構なんか診断してくれるみたいなので、うん、ポリドルフサッペさんありがとうございます。ありがとうございます。私は A 型です大型に見えんじゃん、大雑把に見えんじゃん、ね、そうか、でも A 型っぽいけどってちゃんと書いてあるね。あすいません、文字読んでくださいよちゃんと。旅行動画お願いします。あそうですね、行きたいね。あのもちろん誕生日の動画は撮りますので、そちらもちょっと楽しみにしててください。ノロウイルスはアルコールにも強いので手洗いしかないです。流行ってるそうですよ。だってマジか。かあ怖いね。帰ってきた。やめなさいな。うん、ありがとうございます M さん。M さん、違う、三日月それ。
コーナーさん、ありがとうございます一緒に読むんじゃないよ読みづらいわありがとうございます、ありがとうございます。あ、続きはまた明日見ます、ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひありがとうございますお誕生日おめでとうございます、ポメラニアンさん、ありがとうございます。私は、私はじゃない、私は偏頭痛持ちです。偏頭痛痛いですからね。カナダグース来ましたか？来ました。ちょいちょい来てるね、うん、何回か来ましたね。あんまり需要がないらしいです。いやいやいや、ほらあんまりなんかもったいなくて着れないっていうね。台所で使ってるハンドソープはイソップっていうところ、イーソップかのやつですイソップってなんかもうん、好きなドラマ、ドラマ大好きですよ、うちの奥さんは。うーん、最近はでももう今またウォーキングデッドが始まったので結構見てます。ヘビードラマーですよ本当に、はい、大好きです。あとオザークへようこそとかも結構見てるかな。あ、そうだね、うん、ケーキはですね、まだですね、お誕生日が28日なので、うん、ね、3回目のワクチン接種の副作用、今回はいつも以上にきつかった、うん、やっぱ結構きついのかな。あ、でもやっぱ要は毎回数重ねるごとにきつくなるのかな、あの、うん、コロナのやつって。和田さん、カナダグース妻に買ってあげたくて、だって、あ、素敵だね。ね、うん、喜ばれると思います、すごくね。犬のうならってどうしたらそんなに臭いんだろう、どうしてあんなにか分かんないな。今度あれじゃないの、した瞬間に袋にフスってやってさ、それでそれをパンってやったパンキャッうわっつってさ今度寝たら起きないからやってみていい、本当に一発で起きるよ、本当だよね小春ちゃん、よければ小春ちゃんお休みでください。小春ちゃん、おやすみなさい、ゆっくり寝てください。ウォーキングデッドマジで面白いです。ゆくもちゃんと見た方がいい。時間でだから、あの、あなたが先に進めすぎるから全く見る気が失せるんですよ私は。バーシーさん、パーシーさん、リックどこ行ったって、もう私もそれはね、それだけが気になってますよ、リックね、うん、ニンニクマンさん、俺も寝ようかな、だって、あ、寝るんですね、ニンニクマンさ ん、ありがとうございます本当に。全部ビデオ借りてみました。面白いですよね。今ディズニーチャンネルで最新のファイナルシリーズなのか、うん、あのシーズン11が放送されてて、9話まで出てますね。あ、そうなんだ。毎週月曜日更新されるの。あ、そう、あ、そうなんだ、うん、ウォーキングデッドシーズン7で断念しました。もうそこら辺から面白いんだよね。カイトさん、スラムダンク好きですよ。君が好きだと叫びたいですからね。クマさん、まあ寝ませんけど寝ないんかい、ちょっとイラッとするな、寝ないんかい思わずね、突っ込んでしまいました。そうね、まあ寝ませんけど家事をやってくれる旦那さん羨ましい、だって。ああ、そうですね、ありがたいですね、すごくね。そこまでどうやんなくていいの2がいいやつになって、もうこの辺とかね、ついてこないでしょ。いやいや、まあ、ちょいちょい見てるからね、あ、ついてこないって、あなたは流してるから私は見てないよ2がね、そういいやつになってきましたよね。睡魔が来まして片目で見てます。すごいですね、めちゃめちゃ器用じゃないですかでもあるよね、片目で見るときね。年の離れた兄弟がいるメリットはやっぱね、僕の場合は一番下なんですけど、やっぱ、うん、頼れますよね、姉ちゃんとか、そう、うん、それぐらい離れてると、うん、ね、うちらとあっちら間違えた。問題です、僕の今日の夜は何でしょう。ん、どういうこと。いや、わかんない。どこ。ニンニクマンさん、僕の今日の夜ご飯だって。夜ご飯わかんないな。夜ご飯はカツ丼、餃子。絶対違う。片目閉じて寝て片目起きて、それを交互にすると一生起きてられる。これは絶対ありえないと思う。こうやって、なんかマグロってそういう風にして寝てるっていうよね
マグロだっけ。あ、また来た。匂いしないの？すごい臭いよ。バチェラジャパン、バチェラバチョ？バチェラさん、だからそれバチェラのやつを真似してバチェラさんが出てるってことだよね。知ってますよそれは。バチェラさんやばいよね。結局最新のやつ YouTube で見れなかったね。牡蠣のお好み焼きだって食べたことないね。美味しいのかな、うん。千鶴さんは結婚前からすでにお料理上手。そうですね、あの、うん、和食は本当めっきり作れない、うん、あのタイプだったんですけど、うん、和食は教えました。どんだけおならするねんって。音つきおなら臭い。本当に臭いね。固めで分かります。え、眠い時って固めになるのかな。こうやってなるよ、動画見る時とか。マジで、うん、なんでこうやってこっちで寝したらもうこっち眠いから固めでずっと見て。そういうこと。でそのうち寝落ちする。そういうこと、うん、アラームかけ忘れちゃうね。夜に腹が減ったら食べるものはカップラーメンです。もうそれだけ、うん、決定でしょそれは。もうめちゃめちゃうまいじゃん。我慢する。もう夜お腹減った時にカップラーメンとラーメン、そのコンビ最高じゃないですか。もう職人さんだったらもうみんな共通でわかる。100人が100人もう美味しいという。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございますって。和食めっきりとかで、おいおい匂ってきたぞとか言って。ミニアチ君匂ってきちゃったって。おならプーしたんだ、ね。すごいね。5歳の息子がお二人に手を振りまくり興奮状態で寝れませんだって。そうなの。すごい嬉しいですね。嬉しいね、うん、私も固め派です。見やすいですよね。朝倉さんもそうですね、あのアウトドア好きな方ですからね、うん、ゴミ箱はバナナの皮だらけだ。相当バナナ好きですね。根っからのバナナマンですね、うん、じゃあお二人は花粉症ありますか。うわ、この時間のマックナゲットは絶対美味しいやつだ。うまいだろうね。絶対美味しいやつ、間違いない。ナゲットはどんだけ何お腹減ってなくても食べちゃう。あーでも分かる気がする。なんかそういうのさ あるよね。ある。あの食べ物でさ、うん、大して腹減ってないんだけどついついこういっちゃうやつね。いっちゃうやつね、うん、分かります。チキンナゲットは絶対にあの食べちゃう。さっきからおならで泣いてるって言われ。今でも目乾燥してるから。そういうこと、うん、八幡の台湾料理行きました。大盛りで食べられないです。間違いありません、うん、あそこは本当に一人で行ったら大変なことになります。2人で行って1回2000円いかないで帰ってきたことあるよね。ランチで行ってね。安ーとか言って。いやでもそれでも食べれないからね。全部持って帰ってるからなんなら。そうそうそう。ナゲットにうっすらん産毛が生えてます。どういうこと。え、どういうこと。ナゲットにうっすら産毛が生えてますって。ええ買ったやつにですか。それはもうはちょっとね嫌だけど捨てましょう。あ、お腹するとまたお腹さするとまたおなら出るよって。もう耳にあちくんこれ以上おならしないでほしい。夜中のねカップラーメンはマジでうまいんだよね、うんうん、あの味は忘れられませんよ。バナナさん面白いね。うん、うん、トムヤムクンのカップヌードル、あ、美味しいよあれね。あ、好きです。カップヌードルのトムヤムクン味は大好きです。あとミルクシーフードも好き。あ、美味しいよね。あとチーズカレーも好き、うん、こってりのやつが結構好きかも。間違いない、うん、あれはマジで美味しい、うん、冷戦状態の動画面白かったです。最近喧嘩しませんか。またね、ちょこちょこ喧嘩はするからね、うん、取れれば。大きい喧嘩はあんまないけどね。うん、あ、寿司動画食べるやつ見ながら寝てくれたんだって。ありがとうございます。もっといっぱい食べればよかったのに ね, ね、うん、さあ今日もね、うん、あのルーティーン動画をですねただいま今日撮ってるんですよ、うん、なのでねその動画もねまたちょっとね、うん、楽しみにしててください。ヤックスに売ってるアリランラーメンが美味しいらしい。アリランラーメン美味しいのかな。そんなのあるんだ。うん、なんだろう、
千鶴さん黒目大きくて可愛い。これはでもねカラコンも入ってます。入ってますよ。今何時かな。今10時29分ですね。10時29分なので、もうそろそろ釣り動画とか撮ってください。釣りね、うちの奥さんがほぼできないので。あ、うちの娘が今日誕生日でした。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。近い、すごい近いです ね。今日はね、もうそろそろかな、うん、もうそろそろちょっと今日のライブはですね、ちょっと終了しようかなと思っております、うん、で、ちょっと最後の編になるんですけども、うんうん、また今週の動画では、豆乳ですとか、うん、まあちょっとね毎日、まあ最近ちょっとね、そのルーティン系とかを撮ってなかったからね、うん、その動画をですね、ちょっとぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います、うん、まあ、エチオさん今来ました、はい、ちーちゃんおめでとう、ありがとうございます。まあああとですね、うん、TikTok もインスタもやっておりますので、うん、ぜひぜひ、うちの奥さんもインスタやってますので、僕の TikTok もフォローしていただけたら嬉しいです。夫婦でね、そうです。TikTok の場合は夫婦で踊ってたりする動画も出してますので、うん、たまにライブもするしね。そうですね。TikTok ライブもね。なので、ちょっと楽しみにしててください。はい。ということでですね、今日ちょっとうちの奥さんのですね、ライブじゃない、うちの奥さんのお誕生日、せっかくライブ来たのに全然コメント拾ってくれなかったですね。あ、ウルズさんごめんなさい。そう、今日みんなね結構コメントいただいたので、すいません。1時間4時間も鼻ほじるの、その結構前の話だね。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。皆さん、誕生日おめでとうのコメント本当にありがとうございました。ありがとうございます。また動画も楽しみにしててください。はい、はい、来週も、動画、来週も見てくださいね。じゃんけんはしないですけどね。じゃんけんはしないですけど、はい、ということで、はい、また明日ちょっと日曜日なので、うん、皆様の良い週末をお過ごしください。はい、それではありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。